リクシルは日本をベースとしたグローバルでレガシー製造業。ビジネスの成長にはデジタルトランスフォーメーションが欠かせません。私は安井拓と言います。で、主にデジタルマーケティング領域の IT の責任者をやっているのと、あと情報セキュリティの責任者もやっています。はい、私は岩崎治と言います。私は、安井と同じ IT 部門でインフラ領域のところの責任者の方をしております。リクシルは日本の住宅設備建材の大手5社が合併して2011年にできた会社です。ただリクシルとしては2011年に始まってるんですけど、一番古い会社は100年以上前に作られてる会社 で、日本ではイナックスとかトステムというブランドが有名なんですけど、海外ではグロエとかアメリカンスタンダードというブランドが有名です。ビジネスの成長にはデジタルトランスフォーメーションが欠かせません。しかし多くのレガシーシステムを抱えていて、このデジタルトランスフォーメーションは容易ではありません。従来の境界セキュリティモデルでは、企業のシステムにアクセスするために社内ネットワークにいるということが前提でした。リモート環境の場合は VPN をつないでアクセスするという形になります。しかしシステムはどんどんクラウドにシフトしています。この考え方が崩れかけているんですね。で、それぞれのシステムというのは SaaS になっているか、クラウド上に構築されているため、保護されたネットワークの中にいるわけではないという状況が、これからどんどん生まれてくるというふうに我々は考えています。ですので、これからそのクライアントサイドといったところと、いわゆるそのインターネットサイド、 SaaS サイドといったところ、これからコントロールをしていくということが、これから非常に重要だというふうに我々は考えています。ネットワークを安全に保つというコストが今大きくなっています。また今働き方改革と言われている中で、我々の企業もいわゆる在宅勤務を許容することになってきました。また働き方が変わっていくことによって、デバイスの種類も増え、場所も増え、そうなってくるともはや一つにまとめるというのは無理なのです。で、その中で IT もその働き方に合わせて変えていく必要があります。ですので、ネットワークそのものを信用しないっていうゼロトラストの考えが、我々のチャレンジにとって非常に合理的に思っています。我々はゼロトラストアーキテクチャのソリューションとして、赤米 EAA の採用を決定しました。我々もすでに EAA の方は小さなシステムで、すでに導入の方は開始しておりまして、今のところ問題なく稼働の方をしております。共同開発っていうイメージを我々は取っているんですけれども、しながら我々の全てのアプリケーション群ですね、赤米さんと一緒に協力し合いながら、でこれからですね、もっとレガシーアプリケーションのマイグレーションとか、今度はもう SaaS 例の適用だったりとかっていうのも含めて、 EAA を返すことによって、インターネットを経由した形でアクセスできるようになるっていうことが一つの大きなメリットだというふうに考えています。とか、あとマルチファクターオーセンシケーション、いわゆる2要素認証ですよね、などを使うことによって、ネットワークベースのアクセス管理が不要になるというふうに我々は考えています。また赤米のサービスの中には、EA に加えて、WAF、先ほど申しました WAF であったり、DOS の防御っていうような、そのいわゆるセキュリティの機能っていうのもいろいろありますので、それらのサービスを組み合わせることによって、よりセキュリティっていったところを強化した形、そして認証のレベルっていうのも一段上げた形 で一元管理をすることによって、我々のもともとオンプレミスの環境の中にあったものを、セキュアにインターネットに見せることができる。すなわちどこからでも我々のデータセンターにあるオンプレミスシステムに対してアクセスをさせることができる。しかもセキュアに、かつコントロールをしてっていう。これが我々 EA を導入することによって大きく変化させることができることっていうふうに考えています。我々のビジョンを実現するためにも、製品やサービスだけでなく、それを支える IT にもイノベーションが必要なんです。レガシーシステムをゼロトラスト化するのは大変です。でも赤米 EAA を活用すれば、それを実現する一つの橋になります。リクシルは EAA を利用してデジタルトランスフォーメーションを進めます。